さあ、ということで、コールオブデューティー、インフィニティッドウォーフェア続きからやっていきたいと思います。で、前回このパソコンをいじる云々っていうところで終わったと思うので、いじりましょうか。コンピューター。これで多分情報とか、キャプテンのログ。なんか、ログ結構あるね。情報局から意外な訪問がありました。その話は聞いてない。ロシアの同業者がカナダの仲間とちょっとした輸出入取引をしました。ホッケーの公開試合と軍事用場セールです。美の慰めを見つけられないことは勘弁してほしいですね。デログ13。覚悟は決まったか？いつでもいいぞ、フライボーイ。では我々の評価過程には、人事評価、人事評価もあって、見間違いでしょうか？一流の弱冠パイロットがいるような、ちょっと相棒たちのよ、もうなんかね、いろいろあるんですね高まる脅威。これは文章を読む系か。で、ブラックスカイオプス、で、人事ファイル、いっぱいあるね。21ログもある。で、おそらくここに載ってる人たち全部がここに乗ってるっていう感じかな。レイエスも乗ってる。リトリビューションの艦長。もうデータが反映されてるのね。早いな。よし、オッケー。データログっていうか、音声ログみたいなのはね、気になる方がいたら買ってね、実際に自分で聞いてみるといいかもしれません。さて、で、こっち行けばいいのかな。ブリッジを密閉。ジャンプの準備完了。進路を決定。あそこは閉まるわけじゃないね。ジャンプします。はいはい。で、もうジャンプの準備ができてるってことね。レディ。さあ、そちらのキーでファストトラベルを発動できます。おう。了解。ファストトラベルっていう。おお、なんか自分のキー持ってんだ。スイッチをセット。キャプテンフェランから中3に通信です。つなげ。キャプテン、こちらは作戦エリア外にジャンプを行う。海兵隊の準備が整うまでその場に留まる予定だ。無事を祈る。アウト。ご命令を。ジャンプしろ。アラーム起動。発進まで3。ブリッジセクター3で火災。状況は？位置精度は 0.97。 船体整合性は標準以下。大丈夫か、ゲイター？任せて。問題はない。スリップを出ます。出現まで3、2、1。まあ、直ちに了解調査。まあ、あんな突入した後だからね、壊れますよね、そんなジャンプしたら。行くぞ。指揮を頼む。おお、かっこいい。キャプテン、武器庫で会いましょう。なんかよくわからん弁が開いてたっぽいけどね。衝突した後にジャンプしたら、さすがにそれは耐えらんないでしょ。で、今からムーンベースなるものを取り返しに行く感じなのかな。よし。で、どうやらなぜオマーが指揮してる？みんな喋りまくるな。東軍作戦だぞ。あいつは上級海兵隊員だ。お前に敬意払ってない。それは気にするな。グリフが武器庫でお二人を待っています、キャプテン。武器庫。おお、いいね。これがあれか、プリンターで作る武器のお話になってくるのかな。で、なんかその艦隊を再建するのにムーンベースが必要みたいなこと言ってたけど、ってことは簡単に。船の様子は？よくありません。バルブを密封し直さないと。うん、まあ頑張って。リトリビューションもくたびれてきています。で、艦隊を再建ってのは多分このリトリビューションとかを修理するために必要っていう話なんじゃないでしょうかね。キャプテンの訪問があると思い、できるだけ片付けておきました。何も変わってないぞ。変わるといえば装備を変えてください。装備を変えてください。ここガラス見えないでぶつかる人みたいなね、こうゴツってね。まあそんなことないですけど。で、装備を変えるってのはどういうこと？あれがボルクか？エナジーウェポン。地表からキャプテンのスキャンを終えてからこいつをプリントするのが待ちきれませんでした。作戦は？ルナーゲートウェイを攻める。で、これで、これがボルト。VR テスト。おう。アタッチメントもまだいくつか在庫が残っています。なんか、透明だな。ウッドグリップかと思ったら、
フラググレネードもありますが、ウッドグリップか。もっと活かしたものもあります。シーカーボットとハックツールです。と思ったけど、なんか樹脂っぽいな、なんか。これはどうやってあれするんだい？あ、これで乗せ替えたりできるのか。強化スカウト、リフレックス、トロイ。あー、スモーク越しでも有効。まあ、乗せておくか。で、ここら辺は、はぁはぁはぁ、あと3つのオペレーションを。あー、なんかオペレーションになるものもあるんだね。はぁはぁ。で、フォアグリップ。サプレッサーかフォアグリップか。あー。なんかいろいろつけたいのはあるけど。これは何？なんかケースみたいだけど。まあ、フォアグリップでいいか。で、最後のこれ一つ。あ、サプレッサーつけられんじゃん。つけておこう。で、これは？銃は？あ、P90。おー、これかっこいいな。ハンドガンがいいんだけど。ハンドガンにしよう。これ。エネルギーセミオート。あー、実弾の方が好きだな。で、これにどうしよっかな。リフレックスを乗っけて、サプレッサー積んで、あー、まあ、そんなもんか。デュアルとかできんの？いいな、デュアル。最高じゃん。で、ハッキング装置。これがドローンか。格納シールド。フォームウォール。なんかよくわかんないものがいっぱいあるけど。ジャッカル搭載武器。おお、なんか、ペイントも変えられるんだね。レイダー。じゃあこれ、新しく手に入れたこのペイントでいこう。で、武器も3種類ある。これが、あれか、フラッグカノン的なやつね。30ミリ、20ミリ。ほうほうほう。これが一番強いんでしょうね。スケルタープロトタイプを見つける。別のオペレーションを完了する。これはなんか、探し物しないとダメっぽいな。で、これは？これがあれか、ミサイルっていうか、グレネード的なね。これは普通に手に入りそうだな。で、装甲を改良するか、武器パワー上昇、オーバーヒートしにくい。まあ、改良装甲の方が使い勝手いいんじゃないでしょうかね。ちなみにこれは？ボルクもいいけど、他にも色々あるんじゃないの？あー、これとかね。はい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 。まあでもなんかせっかくボルク渡してくれたからボルク使いましょうか。ミッション確認。メッセージ。ああ、これで出てくるのね。諦めないでください。言われるまでもない。マグブーツチャージ 100%。地獄を見せてやってください。オッケー。よし。で、プリンターで、作られた武器が出てくると。うん。これは地上とかでも、なんか随時変えたりできるのかな、武器は。これを取らないようにしないと、普通の作戦とはだいぶ違う。数で負けてでも諦めるな。いつから負け犬になった？1時間前。地上部隊は上で消え。止めてくれ。繰り返す。地上部隊は上で消え。いいぞ。お。調査。こんな昇進はダメだ。もちろんです。お前は適任だな。あるだね。修理か。ああ、全力でな。リザ、お前も作戦に加わってくれ。了解です。ブルックスが案内します。キャプテンレイエス。これが多分母艦になる。ありがとう、校長。これは何？冷静になれ。ブーストリグ。氷のようにか。ブーストリグって何？ブーストリグを入手。あ、これでダブルジャンプできるようになるのか。これをかぶって、おそらくこれを背中にくっつけるとか、そういうこと。ジャンプをアシストする。ウォールランも可能だ。ウォールランもできるようになる。全部知ってるだろ。はい、キャプテン。少佐の声が心地よくて。出発だ、キャプテン。少佐。はあ、でも、ついに、あれですね。ウォールランもできるようになってしまいましたね。もうタイタンフォールじゃないか。ロボットの代わりに飛行機に乗る的なね。全部で18人。それと士官たち。そしてこいつ。ドローンがなぜここに？キャプテンの命令です。ドローンではなくボットです。さあ、今のはユーモアですか？さあと呼ぶな、機械のくせに。おい、キャプテン。まあいいだろ、それは別に。何とかしてくれ。
こいつらのことはよく知ってる。その必要はないよ、軍曹。イーサン、乗れ。やっさ。ローバーはもう満席だ。大丈夫だ。席は必要ない。上がれ、イーサン。捕まっておけ。イエス、マム。乗り込もう。なんか、差別を受けてんな。まあ、しょうがないのかもしれないけど。逃げロボット。窓から目を離すな。死にたくなければな。了解。ルナーゲートウェイポートは包囲されている。うん。防衛のため、リトリビューションは2チームを投入する。アルファとブラボー、1と2だ。はいはい。我々の目的は、ムーンポート奪還だ。ウラーウラーウラマスクを使え。で、これをつけると、お。問題ない。攻撃を受けています。直ちに投入を。ウェルデッキを開け。攻撃受けるの早いな。ああ、もうこんな、いきなり死んだぞ。何これ、車じゃないんだ。何これ。いやいやいや、やられるの早すぎでしょ。ああ、なるほど。車にブースターがついてた感じか。待機経路に行こう。軍曹、ターミナルは北です。お前の案内は必要ない。コンタクト。右側。お、で、敵の装甲車。で、あいつを倒せばいいのかな。ロボが乗ってる。おお、勝手に倒れた。おーおーおー、大変なことになってるな。おーおー、で、これでムーンポート内に侵入って言ってもだいぶずさんだけど、ちょっとこの中、この中あれか、酸素がある感じだね。じゃあ、このターミナルを奪うぞ。うん、セットデクの練習を追い返して。あ、なんかふわふわする。好きだから重力は薄いんだね。おお、楽しそう。ピョンピョン、ジャンプしないとおっせえな。ちょっと滑る感じだね。おで、重力が来て、で、酸素も来ると。 OK、 じゃあ開けるぞ。おペンで、これで覗き込んで、ゆっくりゆっくり見ていこう。よし、オッケー。特に敵はいないっぽいね。銃殺隊か。なんだ銃殺隊って。このグローブは何だろう。なんか気になるものがいっぱいあるけど。おお、すごい。普通のジャンプは普通だけど、タイタンフォールと違って普通だけど、二段目が、すごい、ジャンプする。で、ウォールランもできるらしいけど、ウォールランはできんの？なんか割っちゃった。あー、ウォールランできる、できる。そんな喜ぶようなことでもないけど。これは、砂糖部隊ってなんか、あれなの？有名なの？よし、一回しゃがんで。あー、オッケーオッケー。シャッターで、敵を外へ追い出したんですね。ちょっと邪魔邪魔邪魔、びっくりした。俺を先に走らせてくれよ。ほら、よし、 OK。 うん、でもタイタンフォールよりかはあれだね、もうダブルジャンプとか使って進んでいかないといけないってことはなさそうだね。味付け程度のウォールランとかダブルジャンプっぽいね。確実に奴らを皆殺しにしろ。よし、もう攻撃して倒そう。民間人殺そうとしてるらしいから。よし、で、この中に民間人がいて、で、さらに殺されそうになってるということなので、もうさっさと。結構きついな。で、あそこにロボが、あのロボは倒しちゃわないと。よし、 OK、 ロボは死んだ。で、イーサン。おっと。こいつは敵か？こいつ敵か。なんか一般人ってどこにいるの？一般人がどこにいるのか全然わかんないけど。おー、でも、いいね。戦いやすい。おー、なるほど。窓ガラスを割るのは結構有効な手なんですね。練習する！行くぞ！で、待って、これもらおう。お、いた。
何が起きた。で、おお、36グレネード、これで非人道的な非人道的な殺し方をするぞ。なんか棒立ちしてんな、危ねえ、一回逃げよう。で、なんか武器が結構見たことないのが落ちてるから、これを拾って、よし、 OK、 新たな武器を手に入れました。サブマシンガンか。あ、なるほどね。もしかしてさっきガラスが割れたのに近くにいたからやられちゃったのかな。こいつは仲間か。そういうののなんか確認にも結構使えるっぽいね。よし、 OK、 これで結構武器集まってきたんじゃない。おお、危ない危ない。いやいやいや、なんか変だぞ。こんなところに引っかかって、首はちゃんとついてるか。なるほどね。でも逆に言うと、これ近くにいるときに割られたら相当ヤバそうだね。おっ、痛そう。ちょっと待って、痛い痛い痛い。どっからか撃たれたぞ。そこ割っちゃおう。グレネードで、これでもう後ろに危険はない。よしよしよし。なんかこう久しぶりの FPS だからコメントがパッパパッパ出てきませんね。スピードが速いっていうのかな、ね、タイタンフォールでも BF1 でもそうだけど、なかなかコメントがこういい感じのコメントが出せてないような気はするんですけども。ここにいた？もしかして敵か。一回殴っただけじゃ死なないんだね。で、ここを登ってこいつ倒しちゃおう。邪魔邪魔。おー、行った。さあ、ということで敵いっぱい来てて、あんまり突っ込んだら死ぬっていうことが判明したので、ゆっくり戦っております。で、リロード。 OK。あ、でも敵がこうハイライトされるのは結構使いやすいかもね、これ。正直微妙かなって思ったけど、敵か味方か分かんない時にこれを抜ければ敵は敵で反応してこうやってハイライトしてくれるから結構戦いやすいですね。で、基本的にもうあんまり突っ込むと死んでしまうので、こういうところでこう冷静に戦っていくのが一番いい戦い方かなってちょっと思いますね。反重力グレネード、やばい、反重力じゃないグレネードが来てる。そして反重力外れてる。敵に命中してない。で、あそこにもいるな。敵多いな。まあでもそうか、こんだけでかいベースを奪うってことはあれですもんね、それだけ人数が必要ってことなので。よし、 OK、 ワンダウン、ツーダウン。お、新しい武器落としたね。欲しいな。ちょっと待って、で、チェックポイントに到達。まあ、それはいいんだ。その前に敵を倒さないといけないからね。よし、押せ押せ押せ。ラゲッジカート、ちょっと待って、新しい武器手に入れたけど、これは何、ショットガン、実弾のショットガンか。あ、使ってみてもいいな。当たんねえ。嘘でしょ、そんな当たんね。さっきのがいいな。ちょっと待って、これなんかね、ほんといいわ、このサイト使いやすい。お、壊れた。お、自爆しに来てる。危ねえ危ねえ危ねえ。おお、半端ねえ。で、結構敵が減ってきたかな。 OK、 あともう数人かな、そんなにもう多くなさそうだな。あそこにもいたのね。数人っていうレベルではなかったですけど、よし、倒した。 OK、 あ、痛い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 。で、この上にいるのも多分敵だな。よし、 OK、 ターゲットダウン。
よし、オッケー、おら、グレネード飛ばしまくりだな、相手半端ねえわ。おお、あと数人かと思ったらめっちゃ来るじゃん。マジか、どんだけ来んだよ。倒しきれんのか、これそんなに人数いないよね、こっち。おお、仲間が巻き込まれてる。このサイトじゃなくて普通に同じサイト積んできてもよかったな。リロード、リロード しなかったの忘れてた。ああ、フラグアウトできない。これであれをすることによってなんかあんのかな。これでちょっと待って、なんもできない。ああそうか、あれハックツールだったっけ。なんかロボをハックできるみたいな話だった気がする。ハックできる相手がいない。よし、オッケー、ツーダウン。おお、うざいうざい。よし、一回しゃがんで、ちょっと待って、しゃがんでる場合じゃない、逃げよう。一回上に逃げて、痛い。でどこにいるんだ、敵がいる場所は分からん。とりあえず上に来たけど、そこか。よし、ターゲットダウン、ツーダウン。でハンドガンになっちゃいましたね。おっと危ない。よし、 OK、 ハンドガンがあんまり強くないんだよね。よし、 OK、 細かくリロードしていかないと。よし、 OK、 これで弾をゲットだね。よし、ターゲットダウン。でこっちには何かあんのか、ロボがいるのか。まあいいや、ロボはハックしないで倒しちゃう。でここで弾薬を補充。よし、 OK、 ツーダウン。本当多いな、もうこれ倒しながら進んでった方が全然いい感じですね。でそこにもいる。何と戦ってんだお前、イーサンと戦ってんのか。もう結構押せてる押せてる。で弾薬を集めながら、武器落ちてない、武器、新しい武器を落ちてたら教えてね。普通のフラグをもらおう。おお、なんだ、フラグアウト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 、負傷してる。おお、なんかすげえ。死ぬか、死ぬか、壊れる、まだ壊れたのか。あ、まだまだ生きてんな。ちょっと待って、そうだね、そうだね、まあ言われなくても分かりますけど、これってさ、ハックはできないんだハックできたらすごい楽しかったんだけど。で武器を破壊しよう。おっと、いいね、いいね。でもいい感じにダメージを与えられてるはず。この武器にも一応当たり判定があるっぽいね。うぜうぜ、後ろからも撃たれてんだけど。敵はどんだけいいんだよ。ちょっと待って、一回逃げよう。一回逃げて、なんかもっといい武器ないとダメかな。ちょっとあのガトリングっぽいの、おお、よしよし、壊した。でなんか落ちてる、シールドか。ハンターのシールドは優れものです、奪いましょう。どんな性能だ。おお、あ、手に入れた。銃弾に耐え、ビジョンモードもあります。でハッキングチャージ、ああ、これいいね。でしかも見える。でこれは、ああ、ハッキングチャージか。グレネードは、あ、もう拾っちゃったからないのね。よし、弾薬をもらって。いやいやいや、いいね。このビジュアルが出るまでに若干のラグがあるけど、それでもいい感じに使えそうで、特に問題はないから進む。コンコース C だ、コーストガードは近いな。アルバからコーストガード1、そちらに向かってる。よし、オペン。おお、でここで使うと。ああ、でそうか、銃を撃ってるときは外れちゃうんだね。痛い痛い痛い、リロード中もダメなんだ。
リロード中もシールドは外れてしまうっぽいね。うん、でもあんまり突っ込むとそれも良くないみたいだな。まあ、腕にシールドがついてるっぽいから。ちょっと待って、シールドなんかリチャージになってる。なるほど、一定ダメージを受けるとシールドをリチャージしないと使えなくなっちゃうってことか。これまたかよ。ほら、フラグアウト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 、危ない。どうですか、痛いですか。思い知れ。我々の怒りを思い知るんだ。お前とオソロのシールド持ってんだぞ、こっちは。リロード、よしよし、シールドで一応なんかガードできるな。おお、いろいろ剥がれてる。やばい、一回これでシールドに隠れよう。一回隠れて、後ろからなんかめっちゃ撃たれてる。あいつ敵？敵じゃないよね、味方だよね。おお、よし、倒した。で、新しい武器。あ、これ。これあれじゃん。これ例のあれじゃん。で、まあ例のあれはいいんですけど、うん、ターミナルは安全だ、負傷者を連れて行け。で、ここで一応一区切りなのかな。いやー、一般市民にね、後ろから銃を当てていくっていうのはなかなかえぐいことだと思うけど。でもそうか、ロボットにやらせてたんだったらそんなことはあんまり気にしなくて。おお、これは海兵隊か。海兵隊なんかオレンジ色のね、服を着て。下打ちもね、ちょっとしちゃうみたいな感じですけど。で、おーおー、半端ねえな。パーないの。お、フラグ返してあげるよ。楽しめ。で、こっちの方か。全然死んでなかった。で、あそこにいっぱいいるな。めちゃくちゃ、めちゃくちゃタムロしてるけど。もういないか。おっと、ちょっと。頼む。イーサン、イーサンじゃない、あれ。イーサンなのか、イーサンじゃないのか、よくわかんないけど。あ、やべ。割れたぞ。空気が漏れてる。やばいやばい、ガムテープ貼って。おお、イーサン、かっこいい。すげえ。どんどん、どんどんひびが広がっていく。ちょ、やばいやばい。やばいやばい、酸素が 50%。イーサンがめっちゃ転がってる。まずいまずいまずい。酸素なくなる。誰か連れてって。し、待って待って待って。やばいやばい。どんどんマスクが。危ない危ない危ない。エアロック、早く早く、もう時間がない。閉めてー。あ、危ない。皆さんご無事で。大丈夫だ、お前は。バリバリです。カーゴポートを奪い返さないと、地球が厄介なことになる。うん、あ、やっぱ地球ね。2隻の主力艦で。ネガティブ、航空支援が必要だ。航空支援が必要か。つうか新しいヘルメット、あ、これ使えんじゃん。持ってき持ってき。で、武器庫があるみたいだね。で、武器庫に行っておそらく新しい武器を調達する感じですかね。つうかさっきので武器飛んでっちゃったのか、もしかして。あ、ガラスが光ってんのね。よし、じゃあ武器庫行こうか。アルファはハンガーの北側にいる。そちらの状況は、こっちに向かってる、あっちある。指示された合流地点に。了解した。ほうほう。で、ここに入ると何か。ここが武器庫です。ああ、なるほど。で、この先が武器庫らしいんですけれども、武器がないね。いい感じだと思うので、一旦ここでやめておきたいと思います。ということで、続きはまた次回。それじゃ、またな。